こんにちは、吉田さん。メッセージありがとうございます。そうですね、なんか人間の悩みって全然進化してないですね。ずっと同じというかね。これは個人に対してもそうだし、人類全体でもそうなのかなと思うんですよ。まあ、例えばね、人間関係一つとっても、何十年経っても人間関係の悩みって解決してないんですよね。まあ、どこまでも、トラブり続けて、どんなに人生経験積んでも誰かと揉めていたりとかね、何なんでしょうね。私は自己肯定感だと思うんですけどね、揉めるってことは自分の主張と他者の主張がぶつかってるわけじゃないですか。だからぶつかるような人とは付き合わないか、もしくは相手の主張に自分が合わせていけばいい、自分が変化していけばいいのかなと思うんですよ。まあそうもうまくいかないんでしょうけどね。あ、そうだそうだ、あの FX のね、あの教材、今現時点で13時29分ですけども、明日からリリースなんですよ。明日からカリキュラムスタートなんですよね。でステップメールも組んでしまったんですけども、38件、ご入金いただきました。38件ね、計算できます。これどうしたんでしょうね。私のね、初めての FX の教材、プロダクトローンチ歴は4年です。4年かけてやっとリリース。しかも自分の、私の実力が上がっていって、ロジック通り、私の説明通り結果が出てることを証明し続けて4年ですよね。で、売り上げも最初は30万円からスタートしたのが1回8万円になってへこんで、その年は勝てずに終わったと。で、そっからね、そっから資金をもう1回ね、パシッと入れ直して30万に直して、2年目っていうのは30万からスタートしたのが430万になりました。430何万だったか忘れましたけども。で、2年目、3年目になったらね、 FX3 年目は30万から資金を100万にしました。初期費用100万にボンと入れたんですよ。入れたって言っても400何十万あるわけじゃないですか。それを300万抜いたってことなんですけどね。ですんで、私が FX に入れたお金ってのは最初の30万で、次に50万に揃えるために42万、だから72万が元手です。それが2年目に430万になり、3年目に800何十万回になり、今年はついに1000万を超えたということですね。72万からこのあらり、しかもそれを毎日解説して皆さんに見せてきたということで、これね、なんで勝てないのかっていうのは、結局ね、根っこの部分、基礎にあると思ったんですよ。 FX も基礎、人間関係も基礎だから、建物、家とかも基礎部分がしっかりしてないとダメですよね。車もこうやって、あの改造車なんで細かく面倒くさそうに見えますけども、あのポイントポイントを押さえておけば、特に故障気にせず済みますよね。プラグを定期的に変えるとか、エンジンオイルとかオートマティックフィールドをね、新品にするとか、そういったことで大きな事故が防げるんで、あの安心して乗れるんではないかなと思うんですよ。だからそういうふうなね、修理すればするほど基礎をちゃんとやってれば、古い車でもちゃんとね、走ってくれるということもありますし、人間も基礎を固めておけばね、だから自分の主張をまず通そうと思ったりとか、自分の話を聞いてもらおうっていうふうに、相手の話を聞かずにね、どんどんかぶせていくんじゃなくて、まずは7割は聞いてあげる。そして相手の怒りは多分聞いただけで半分以上収まるってことをね、まあ飲み込んだ上で、どのように解決すればいいと思いますかって、やっぱりさらに聞いてあげることなのかなと思うんですよ。で、どうしても解決の方法がわからないときに、私のアイデア話していいですかっていうふうにしていくと、余計なこと話さずに済むのかなと思うんですよ。要するに、あの話半分しか聞かずに自分の主張をね、こうしたらいいんだよって展開すると、その自分の、私の主張とその方の主張がぶつかるところが出てきちゃうんで、また口論になりますから、一通り全部聞いてあげて、どういうふうにしましょうかっていうふうに聞いてあげると、その人は自分で考えてね、こういう形はどうかなとか、こういうふうな話聞いたんだけどみたいなので、それに対して肯定をしてあげるってね、一個ずつ試していきましょうよ、僕も協力するんでみたいなことからね、やっていくと。だからこっちからこうやったらいいんだ、これが正しいんだってやると必ずぶつかるんですよね。でも多くの方って今何かを取り組んでる人に対して、こうやった方がいいよっていうふうに押し付けてくるんですよね。あのもちろんね、頼った場合は答えくれればいいんですけども、頼ってもいないのに自力で頑張ろうとするところにぬっと出てきてね、こうやれ、あやれという主張が結構あるんじゃないかなと思うんですよ。
まあ、もちろんね、口出したい気持ちも分かるんですよ。それはね、人を傷つけようとか、自分を誇らしく見せようと思う気持ちばかりじゃなくて、本当の親切で起きることでもあるんですけども、まあそれよりも自分の問題解決しろって話ですよね。まあ、そういうことが結構起きるんじゃないですかね。で、ビジネスの世界でも結局ビジネスずっとやってて未だに稼げない人っていうのはいるんでしょう。なんか結局コンビニのバイトやったらその日から稼げるのに、自分の仕事始めたら何年かかっても赤字とかね。私のことかもしれませんけども、で、基礎なんですよ。私が今回 FX の教材出してるのも基礎しかやってないですからね。で、何回も言いますけども、ブックオフで本買ったら読んであること、分かること、それが自力でできない、基礎が自力でできない人向けの教材なんで、基礎を固めていきますよってことなんですよね。だからもう常に基礎で9割は解決できるんではないかなと思います。身だしなみもそうでしょ。適当にね、髪の毛切って部長髭生やさない、服も寝たままの服で起きてこないとかね、基礎じゃないですか。顔洗ったりとかね、特別なそのブランド物着る必要もないですし、毎日毎日ね、着替えて新品のものを買う必要もないですしね、ある程度整えておけば、基礎ができていれば、それでほとんどの場合は対応できるのかなと思うんですよね。そのぐらい基礎的な能力に欠けているのがこの社会じゃないかなと思うんですよ。基礎をやるだけでもう高みに立てるというね、基本動作だけで差がつけられるという、で、基本動作の本当の最たるものは継続してるってことじゃないですかね。ずっと同じことをコツコツやっていると、で、諦めずに常に解決方法を探し続ける、しつこい、しつこいんですよね。解決のためにこだわってしつこいんですよ。だからね、適当な言い訳を作って逃げたりしないというね、そうじゃなくて何か方法あるんじゃないかなっていうふうにいつもね、好奇心を持っていくこと、そういうことなんじゃないかなと思います。まあどっちにしても、私がね、速稼塾始めた頃、いやもっと前からですけども、本当ね、吉谷さん、一語一句同じトークで悩み相談来ますよね。違う人が同じことを言うと、録音してたんかいっていうぐらいです。で、ひどい時には同じ人が何年経っても同じ質問してきますよね。同じ悩み抱えてるんですよ。で、今回の動画の結論ですけども、本気で悩んでるんだったらもう解決できてます、それは。だから生半可なんですよ。解決できてない状態でホンホンホンって鼻歌を歌いながらね、またね、一日過ごしちゃうんですよ。だからこの問題が解決できなかったら残りの人生はないんだぐらいのことを思えば、それこそ差し違えるつもりでね、全てのことに取り組めば何もかも成就するんじゃないかなと私は思いますけどね。じゃあ以上です、今回は。